受刑者の社会復帰を目指す取り組みなどを知ってもらおうと、宮城刑務所の構内が公開されました。刑務所内のツアーには1300人余りの市民が参加し、一度におよそ60人の受刑者が入れる大浴場などを見学しました。家具なんかの部品の加工組み立てなどを行っています。こちらは木材を加工して家具などを製作する工場です。参加した人たちは受刑者が使用する施設を興味深そうに眺めていました。やっぱり実際こう臨場感があって、そこもちょっといろいろ考えながら見てました。意外とこう綺麗な環境の中でこう生活されてるなっていうのがちょっと印象的で。また宮城刑務所など東北6県の刑務所で受刑者が製作した家具や日用品、文房具などの展示販売も行われました。売上の一部は犯罪被害者支援の活動に役立てられるということです。